徳川家重は、なぜ江戸市民から、小便公方と呼ばれたのか。今回の歴史ゆっくり紀行は、小便公方と呼ばれた、徳川家重について紹介していこうと思います。徳川家重の父は、一度傾きかけた幕府の財政を、自身の改革によってしっかりと立て直した、名君徳川吉宗です。その後、長男の家重は、順当に将軍職を引き継ぐことになります。しかし、そんな偉大な父親の後を継いだ家重ですが、脳性麻痺による言語障害があり、庶民からはある理由から、小便公方と揶揄されました。その実像に迫ってみると、意外なことに、彼が将軍職にあった16年間は、幕府の政治が安定していたようです。実際の徳川家重はどんな人物だったのでしょうか。脳性麻痺があり言語のはっきりしなかった家重。徳川幕府の歴代将軍の肖像画の中で、ひときわ目立つ肖像画があります。その表情はまるで、ひょっとこのような表情をしています。これは、脳性麻痺によるものだと言われています。徳川実記によれば、家重は病気がちで、喋っていることも何を言っているのか、家臣ですら聞き取ることが困難だったようです。また、来日したオランダ人ピチングの日本風寿司にも、彼の話す言葉は合図のようなものだったとあります。こうした文献から察すると、確かに徳川家重は、脳性麻痺だった可能性が高いようです。また、家重の死後に遺体を確認したところ、奥歯が滑らかにすり減っていたそうです。アケトーゼタイプの脳性麻痺の人は、絶えず歯ぎしりをしたりするため、奥歯がすり減る傾向にあるようです。徳川吉宗には他にも息子がいて、文武両道に優れた者もいました。それなのに、なぜ家重が将軍職に就くことができたのでしょうか。これには諸説あるようですが、吉宗が隠居した後も、実権を握りやすくするために、あえて家重を将軍職にしたという説が有力です。担ぐ神輿は軽い方がいいと吉宗は考えたのでしょうか。脳性麻痺の人は、運動神経がうまく働かないだけで、知能は正常であることが多いようです。おそらく徳川家重も、知能的には正常だったに違いありません。家重の発する言葉を唯一聞き取ることができたのが、大岡忠光だと言われています。家臣として長い時間きちんと向き合っていることで、家重の言葉を理解することができるようになったのでしょう。おそらくそうした家臣による助けもあって、彼の知能が正常であることが証明され、将軍職に任命されたのでしょう。徳川家重の知能が正常である証拠に、将軍になった後も、将棋がとても得意でよく指していたようです。また、将棋についての書を記していたりもしたようです。晩年には遺言の中で、田沼意次の能力の高さを見抜き、自分が死んだ後も彼を取り立てるように書き残しています。徳川家重は、ただ単に障害のために自分の意思をうまく伝えられなかっただけであって、彼の行った政治そのものを見ると、むしろ知能は正常どころか、かなり優秀であったと言えるのではないでしょうか。また、それ以上に、障害のある家重を、自分の後継者として将軍にした吉宗の度量の大きさにも驚かされますね。父吉宗の側近である、松平憲里を罷免した本当の理由。松平憲里といえば吉宗の側近中の側近ですが、吉宗が隠居し、家重が将軍職に就いた途端、彼は罷免されてしまいました。徳川実記では、罷免の理由がはっきり書かれていませんが、おそらく理由の一つとして、吉宗の後継者問題が持ち上がった時のことが大きく関わっているようです。徳川家重はもともと障害を持っていましたので、次期将軍にはふさわしくないとして、弟の宗武を将軍にという話が持ち上がっていたことがあります。その時に宗武を強く勧めていたのが、松平憲里だったようです。
家重ももちろんそのことを知っていました。一説には、家重を拝借しようと画策していた時、家重を小菅御殿に監禁していたこともあるようです。そのようなしがらみから、家重が将軍職に就いた時、彼は真っ先に罷免されてしまったのでしょう。しかし、徳川吉宗が遂行していた享保の改革において、松平の里里は大きな影響力を持っていました。家重が将軍になったとはいえ、まだこの時には吉宗も幕府に相当な力を持っていました。松平の里里を罷免するということは、享保の改革の大きな妨げになりかねません。そのため、吉宗が家重の思い通りに、松平の里里の罷免をすんなりと認めるとは考えにくいところです。実は、この時すでに享保の改革は限界が来ていたようです。幕府の財政はもちろん潤ったのですが、一般庶民や農民たちの苛立ちは限界に来ていました。飢饉なども重なったこともありますが、あちこちで一揆が起こるようになりました。そういったこともあり、吉宗の時代に大いに権力を振るっていた松平の里里が罷免されることになり、家重自身が新たな改革を始めることになります。財政に予算制度を取り入れたり、検査機関を設けたりして、かなりの手こ入れをしています。松平の里里を罷免したからこそ、そういった思い切った手こ入れができたに違いありません。徳川家重が実は女性だったという陳説。家重は一般庶民から小便公方と呼ばれていました。それは、江戸城から上野寛永寺までの道中に、わずか数キロの間に、23箇所ものトイレを設置させていたからです。なぜ彼はこれほどのトイレを作らせたのでしょうか。頻尿であったことは推察できますが、一般的に、男性よりも女性の方がトイレに行く間隔が短いと言われています。そのため、徳川家重は女性だったのではないかという陳説が生まれています。当時、家重の小便を入れるための筒を持つ役人もいたようです。家重の死因は、尿道感染や尿毒症だったと言われていますが、これも女性に多い病気です。現代になって、歴代将軍の遺骨調査が行われた際、興味深い結果が出ました。徳川家重の頭蓋骨や骨盤の形は、まるで女性のような形だそうです。女性と男性の骨盤は明らかに違うので、女性であった可能性も十分あると言えるかもしれません。ただし、DNA 鑑定などはしていなかったので、信憑性に欠けることは否めません。家臣の前でほとんど言葉を発したことがなかった家重ですが、それは言語障害があるからではなく、女性の声と悟られないようにするためではないかという説もあります。とはいえ、遺骨調査した際に、歯が異常にすり減っていることが確認されていますので、彼に脳性麻痺による言語障害があったことは事実でしょう。現代において、家重が男性だったのか女性だったのかを証明する術はありませんが、徳川歴代将軍の中に女性がいたかもしれないと考えてみるのも、ある意味ロマンがあって興味深いことではないでしょうか。セイゴメイド。アリガトゥ。ヨカタラ。チャンニラトゥロク。ワニガイダガザル。おそらくそうした家臣による助けもあって、彼の知能が正常であることが証明され、将軍職に任命されたのでしょう。徳川家重の知能が正常である証拠に、将軍になった後も、将棋がとても得意でよく指していたようです。また、将棋についての書を記していたりもしたようです。晩年には遺言の中で、田沼意次の能力の高さを見抜き、自分が死んだ後も彼を取り立てるように書き残しています。徳川家重は、ただ単に障害のために自分の意思をうまく伝えられなかっただけであって、彼の行った政治そのものを見ると、むしろ知能は正常どころか、かなり優秀であったと言えるのではないでしょうか。また、それ以上に、
障害のある家重を、自分の後継者として将軍にした吉宗の度量の大きさにも驚かされますね。父吉宗の側近である、松平憲里を罷免した本当の理由。松平憲里といえば吉宗の側近中の側近ですが、吉宗が隠居し、家重が将軍職に就いた途端、彼は罷免されてしまいました。徳川実記では、罷免の理由がはっきり書かれていませんが、おそらく理由の一つとして、吉宗の後継者問題が持ち上がった時のことが大きく関わっているようです。徳川家重はもともと障害を持っていましたので、事故になり、家重自身が新たな改革を始めることになります。財政に予算制度を取り入れたり、検査機関を設けたりして、かなりの手こ入れをしています。松平憲里を罷免したからこそ、そういった思い切った手こ入れができたに違いありません。徳川家重が、実は女性だったという陳説。家重は一般庶民から、小便公方と呼ばれていました。それは、江戸城から上野寛永寺までの道中に、わずか数キロの間に、23箇所ものトイレを設置させていたからです。なぜ彼はこれほどのトイレを作らせたのでしょうか。頻尿であったことは推察できますが、一般的に、男性よりも女性の方がトイレに行く間隔が短いと言われています。そのため、徳川家重は女性だったのではないかという陳説が生まれています。当時、家重の小便を入れるための筒を持つ役人もいたようです。家重の死因は、尿道感染や尿毒症だったと言われていますが、これも女性に多い病気です。現代になって、歴代将軍の遺骨調査が行われた際、興味深い結果が出ました。徳川家重の頭蓋骨や骨盤の形は、まるで女性のような形だそうです。女性と男性の骨盤は明らかに違うので、女性であった下記将軍にはふさわしくないとして、弟の宗武を将軍にという話が持ち上がっていたことがあります。その時に宗武を強く勧めていたのが、松平憲里だったようです。家重ももちろんそのことを知っていました。一説には、家重を廃嫡しようと画策していた時、家重を小菅御殿に監禁していたこともあるようです。そのようなしがらみから、家重が将軍職に就いた時、彼は真っ先に罷免されてしまったのでしょう。しかし、徳川吉宗が遂行していた享保の改革において、松平の里は大きな影響力を持っていました。家重が将軍になったとはいえ、まだこの時には吉宗も幕府に相当な力を持っていました。松平の里を罷免するということは、享保の改革の大きな妨げになりかねません。そのため、吉宗が家重の思い通りに、松平の里の罷免をすんなりと認めるとは考えにくいところです。実は、この時すでに享保の改革は限界が来ていたようです。幕府の財政はもちろん潤ったのですが、一般庶民や農民たちの苛立ちは限界に来ていました。飢饉なども重なったこともありますが、あちこちで一揆が起こるようになりました。そういったこともあり、吉宗の時代に大いに権力を振るっていた、松平憲里が罷免されるということも何を言っているのか、家臣ですら聞き取ることが困難だったようです。また、来日したオランダ人ティチングの、日本風図紙にも、彼の話す言葉は合図のようなものだったとあります。こうした文献から察すると、確かに徳川家重は、脳性麻痺だった可能性が高いようです。また、家重の死後に遺体を確認したところ、奥歯が滑らかにすり減っていたそうです。アケトーゼタイプの脳性麻痺の人は、絶えず歯ぎしりをしたりするため、奥歯がすり減る傾向にあるようです。徳川吉宗には他にも息子がいて、文武両道に優れた者もいました。それなのに、なぜ家重が将軍職に就くことができたのでしょうか。これには諸説あるようですが、吉宗が隠居した後も、実権を握りやすくするために、
あえて家重を将軍職にしたという説が有力です。担ぐ神輿は軽い方がいいと吉宗は考えたのでしょうか。脳性麻痺の人は、運動神経がうまく働かないだけで、知能は正常であることが多いようです。おそらく徳川家重も、知能的には正常だったに違いありません。家重の発する言葉を唯一聞き取ることができたのが、大岡忠光だと言われています。家臣として長い時間きちんと向き合っていることで、家重の言葉を理解することができるようになったのでしょう。徳川家重は、なぜ江戸市民から、小便公方と呼ばれたのか。今回の歴史ゆっくり紀行は、小便公方と呼ばれた、徳川家重について紹介していこうと思います。徳川家重の父は、一度傾きかけた幕府の財政を、自身の改革によってしっかりと立て直した、名君徳川吉宗です。その後、長男の家重は、順当に将軍職を引き継ぐことになります。しかし、そんな偉大な父親の後を継いだ家重ですが、脳性麻痺による言語障害があり、庶民からはある理由から、小便公方と揶揄されました。その実像に迫ってみると、意外なことに、彼が将軍職にあった16年間は、幕府の政治が安定していたようです。実際の徳川家重はどんな人物だったのでしょうか。脳性麻痺があり言語のはっきりしなかった家重。徳川幕府の歴代将軍の肖像画の中で、ひときわ目立つ肖像画があります。その表情はまるで、ひょっとこのような表情をしています。これは、脳性麻痺によるものだと言われています。徳川実記によれば、家重は病気がちで、喋っている